モノクローナル抗体。モノクローナル抗体とは単一の抗体酸性細胞に由来するクローンから得られた抗体、免疫グロブリン分子。通常の抗体、ポリクローナル抗体は抗原で免疫した動物の血清から調整するためにいろいろな抗体分子種の混合物となるが、モノクローナル抗体では免疫グロブリン分子種自体が均一である。抗原は 複数のエピトープ、抗原決定器を持つことが多く、ポリクローナル抗体は、各々のエピトープに対する抗体の混合物となる、ため、厳密には特異性が互いに異なる、抗体分子が含まれている。これに対して、モノクローナル抗体では、一つのエピトープに対する単一の分子種となるため、抗原特異性が全く同一の抗体となる。通常、抗体酸性細胞を、 骨髄種細胞と細胞融合をさせることで自立増殖能を持ったハイブリドーマ、ハイブリドーマを作成し目的の得意性を持った抗体を産生している。クローンのみを選別、スクリーニングする。この細胞を培養し分泌する抗体を生成して用いることになる。モノクローナル抗体を作成する方法を1975年に発明した。 ジョルジュ・ジェフ・ケーラーとセイサル・ミルスタインは198年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。最近では動物を使用しないファージュディスプレイでのモノクローナル抗体作成が行われている。ハイブリドーマを使用する作成方法とは違い、ファージュディスプレイでの作成では完全なるクローンでの追加抗体作成が可能で安定的に研究を行うことができる。国内では ジーンフロンティアがサービスの提供を行っている。1970年代に発明されたモノクローナル抗体は臨床に革命的な変化を起こすと言われたが、その後ほぼ20年間臨床試験はうまくいかなかった。これは主にマウスの抗体は人に抗原認識されることが原因であった。しかし1990年代になって腸細胞内に マウスでなく人の免疫グロブリン遺伝子を発現する、プラスミドを直接形質点する方法が開発されて、以降、この問題は克服された。この方法はさらに進化し、現在ではハイブリドーマを使用せず、ファージディスプレイにより一丁の分子からなる莫大な、クローオンライブラリーから最適抗体がスクリーニングされ、その遺伝子を腸細胞で大量生産する方法が用いられている。もしくは、 人の抗体を生産するトランスジェニックマウスを使い直接人抗体を得る方法が用いられる。これらの方法は全臨床段階までの開発費がわずか約2億円で済むと言われており従来の古典的化学薬品にかかる20億円と比較して非常に効率が良い。ただし細胞培養を必要とするため最終製品の製造費用は 化学合成による化学薬品と比べると非常に高い。モノクローナル抗体はタンパク質薬品であり、いわゆる化学薬品と違い傾向投与ができない、普通週1回の注射、製造費用が非常に高い、細胞内部に侵入できないなどの欠点を持つ。しかし一旦標的分子に結合すると患者自身の免疫機構が働いて、 標的分子を含む癌細胞を効率で破壊できるなどの利点を持つ。また、免疫グロブリン自体は、人の体内に存在する分子なので、それ自身による副作用は予想しやすい。原理的には、ポリクローナル抗体も臨床に使用可能であるが、人間の患者への薬品として使用するためには、薬品内の分子が科学的に厳密に定義され、さらに、 それらを極めて高純度でかつ安定的に大生産する必要があり、現実にはほぼ不可能であると言われている。人結晶由来、血液製剤の免疫グロブリン製剤は一種のポリクローナル抗体であり、様々な難病に対して使用され有効性を示している。しかし、これら血液由来の免疫グロブリン製剤が組み換え、抗体医薬品に容易に置き換えることができないのは、 上記の品質管理の困難さからである。モノクローナル抗体は1990年代後半からバイオテクノロジー産業に革命をもたらし、現在のバイオテクノロジー薬品のほぼ三分の一はモノクローナル抗体である。1997年にゼニンテック社のリツキさん抗体が CCD20 抗体として非ホジキンリンパ種 NHL に対して認可されたのをはじめ、ハーセプチン。 アバスティンなどのシグナルトランスダクションやアンジオジェシスを標的とする新型を含め現在15以上のモノクローナル抗体ががん治療などに使われ少なくとも100を超えるモノクローナル抗体がフェイズ EEE、e、の臨床試験で開発されている特にがん治療において使われ2004年の売り上げは約6 0億ドル2008年までに モノクローナル抗体の売り上げは150億ドルを超えると予想される。また、次世代モノクローナル抗体で呼ばれる、放射性同位体を結合したものや、抗体可変部位のみの極小型、などの新型が開発されている。成功した抗体の売り上げは莫大で、2004年は、c t n f ルファー抗体、レマッケイド、先手抗射がトップで21億ドル。 リツキさんが17億ドルとブロックバスター製品となっている。特にジェニンテック社が開発した3つのモノクローナル抗体製品、リツキさん、ハーセプチン、アバスティンはそのすべてが FDA から認可されており、そのすべてがヒット製品になっている。一般に四から六年に及ぶ臨床試験で製品が生き残る確率はわずか20%であることから考えて、これは 米製薬業界史上稀に見る成功である。モノクローナル抗体が最も成功した要因の一つは、抗体はもともと生体防御タンパク質として進化した分子なので、他のタンパク質と比べ極めて安定性の高く、半減期が長いこと、標的と結合した後、身体の免疫機構を利用するため、増幅効果を期待できることなどである。これと比べ、 同じく1990年代から開発中のアンチセンス、アンチセンセ薬品は標的細胞内の核内に輸送すること自体が至難の号であることからゲンタ社や ISIS IS 社が莫大な開発費を投じた製品はほぼすべて失敗に終わっている。モノクローナル抗体薬の名称は語尾がマブ、モノクロナルアンティバデスで表される。 モノクローナル抗体を使用したイムノクロマトポーで各種の迅速診断キットが販売されている。5分から15分で診断できる。例えば、感染症には、インフルエンザウイルス、RS ウイルス、A 群 β 陽錬菌、アデノウイルス、肺炎マイコプラズマ、ヒトメタニューモウイルス、ノロウイルス、ロタウイルス、肺炎球菌、レジオネラ、病原性大腸菌 O157、 ベンチューピロリ菌などである。心筋炎や心筋梗塞にはプロトニン T の迅速診断キットがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。